こんばんは、ミノ軍曹です。またミノミノミノのパート4の、返信コメントをくれた人への返信動画、多分今回が最後。一つの動画のコメントを返信するのに何個動画作ったんだろうね。もうくどいようですが、俺は絶対やるってやったら絶対続けるし、絶対返信するし、やめないんだ。もうゲームやってくださいって言われても、俺やるって言ったらやる、絶対やるから。決めたことは絶対やるから。では一人目、ひまとかさん。滑ってる、かわいすぎ、想像するとやばいね、ニヤニヤする。ツイキャスの時全く見れないからショックを受けてます。毛が濃いって、本当に、クマさん、森のミノさん、またツイキャスやってください、待ってます。あ、もう毛布、本当だから腕毛とかこうやってね、ツイキャスのちゃんと動画でこう見せてね、みんなもう、何剃ったの、やだ、なんで剃ってきたのみたいな、何そんなに毛深いって言われるの、何合成 CG って、今の CG ってすごい、剛毛がパイパンに見えて、やかましいよ本当に。ありがとうね、ひまとかさんも、もういつもありがとう。またコメントください。手深いかもよ、すごいかも、やかましい。ハロウィーン1981ラブさん、ミノさんの動画を一目見たその瞬間から面白すぎて一気に恋に落ちたような感じになりました。これからもミノさんのペースで面白い動画を見せてもらえたら幸せです。ミノさんありがとう、こちらこそありがとう。恋に落ちてんじゃね、乗りすぎ、もうこれ乗りすぎってもうありがとう。誰誰これありがとう、またコメントちょうだい、ありがとう。まあ今回の動画見てるか分かんないけど、ありがとう。見てたらちょっとコメントちょうだいじゃん。見てるかどうか俺分かんないんだもん、全員に言えるってことだけど。りょうくん、BGM 知りたいです。それに対してなんて読むんだろう、これ出るなんて読むんだろう、これ漢字が読めない。はるか中村さんの光です。ミノさんの映像にマッチしていますね、ありがとう。そういうタイトルなんだ、ありがとうドゥンキー中村さん。幼い頃に別れた両親、そのまま家を出て行った父親、家に残り育ててくれた母親、今では母親は再婚した、父親は今子持ちの彼女さんと付き合っているらしい。俺は20歳、親父の彼女の子も20歳、実は今その子と付き合ってます。軽い気持ちなんかじゃない、励ましの言葉をください。どういうこと、俺は20歳、親父の彼女の子、 お父さんの彼女が20歳なの、新しいっていうか、その彼女ね、お父さんの彼女が20歳の若い女の子、その若い女の子と僕は今付き合ってますということ何ですよ、お父さんと穴兄弟ってことでしょ、要するにお父さんが好きになった人を自分も好きになってしまったっていう、そのなんか、でも本当に好きなんでしょ。でもお父さんもお母さんもやっぱ幸せになりたいから、幸せになるなりたいだけだから、その彼女もみんな、あなたもドゥンキーもねみんな幸せになりたいくて、いろいろそういう奇跡っていうかパターンがあるけど、だから別にちょっとね不甲斐ないけどでも軽い気持ちなんじゃない、軽い気持ちじゃないんだったらちゃんと大切にして幸せになるな。なんでゆうとくんかな、ゆうと HRFT さん。皆さんの乳首がビックビク、俺の乳首ビック、俺ね乳首全然気持ちよくないんだけど、気持ちいい、ゆうとくん乳首触ってみて、気持ちいい、乳首って、ね、気持ちいいの、俺全然何も感じないし立つけど、なんか気持ちいいとかくすぐったい、ごめんねマジレスで、
マシューチャンネルさん、最高や軍曹、ありがとう。エクちゃん、すっごい綺麗ですね、センスがビンビン。エクちゃんありがとう、ありがとう。チェリールージュさん、癒されるじゃないの、癒された、ありがとう。またコメントください。アンバササワーホワイトさん、アンバサって懐かしいね、あんま今売ってるの見ないね、ジュース。ミロさん、俺のこの動画の意味が全く分かりません。ミロさん、俺のこの動画の意味が全く分かりません。あなたの動画はこんな、俺はこの動画の意味が全く分かりませんでしょ。落ち着いてよ、本当に。別にこの動画に意味なんてないよ。あなたが感じたこと、それが全て。波白さんかな、これ波白さんかな。ミロさん、毎回動画楽しませていただいてます、ありがとうございます。イルミネーションと曲が幻想的で素敵です、寝る前にぼんやり見るとちょっと寂しいけどすごい癒されます、ありがとう。初めてコメントくれたんじゃないかな、またコメントください、ありがとう。スノーベルさん、ミロさんみたいにモテモテ兄さんになる方法を教えてください。全然モテてないよ、俺。全然モテない、もう顔でかいし、毛深いし、おちんちん 2,3 センチしかないし、でも大きくなったらみんなと変わんないけど、あとあれだよ、俺のたまたま、そう、完全にカマキリの巣みたいで、大きくなると裏筋にあのブランドのティンバーランドみたいなマークがブワって、バカ野郎。しいたけどぶみさん、最高です、涙。ありがとう。なこのアイコン何、怖いんだけど、ナルト怖い怖い怖い。何このアイコン怖い。最高、ありがとう。北七星さん、なんて読むんだろう、ごめん、漢字読めなくて。ミノさんとピースさんとの掛け合いを一度でいいから見たかったな。ピースさん大変なんだろうな、ミノさんの弟子もいなくなってしまって、ずっと見てました、ミノさん、これからも動画楽しみにしてます。弟子いなくなっちゃって、弟子全然いるよ。ピースさんはね、なんか消し、登録なんだろう、ちゃん YouTube 消しちゃってなんかいなくなっちゃったけど、でもそれぞれ生活とかいろいろあるから、俺だってなんかあったらそういうパターンあるかもしれないし、人それぞれあるからもう寂しいけどね。メガリバシーさん、こういう動画だと真面目にコメしたいけど、ミノ軍曹だったらふざけちゃう、もう綺麗すぎてどこもかしこもゲンゲン。別に、どっちでもいいんだよ。真面目でもふざけてでもいいけど、でもね、みんなその結構こっちもふざけてやろうっていうの分かるの、コメントで、こっちも頑張ってふざけ倒したろっていうの分かるんだけど、大体の人滑ってるから。でも俺声だし、みんな文面だからね、文面であんまり表現するの難しい、ね、全然嬉しい、ありがとう。ふざけても真面目でもどっちでもいいから、機会があったらコメントください。坊主海さん、地獄からの死者スパイダーマン、このネタをミノさんにやってほしいです。ご存知ないようでしたらスパイダーマンで検索してみてね、ミノミノ。あのね、これ俺さ、そのスパイダーマンって検索したの、全然何も出てこないんだけどね。え坊主さん、頭ひっぱたいてるか、本当に。嘘、ごめん、あの本当に出てこない、スパイダーマン。何そのネタ。本当に冗談で言ってんじゃない、検索しても出てこない。トムトムさん、メリークリスマス、ごめん、あのメイクリスマス過ぎちゃったけど、メリークリスマス、ありがとう。ももタグ23さん、ももタグ23さん、あ、皆さん風邪治ったみたいで安心しました。ね、本当風邪、熱とか咳とか鼻とか全然症状出ないんだけど、風邪ひくととにかく具合悪くて治りました。ありがとう。ジョージ隊長、あ、光る飴だ。
そう、ここで光る飴買いました。ありがとう。木村翔子さん、美濃さん寝る前に癒されました。モノクロなのがまたいい、カラーも綺麗。ありがとうね美濃さん、ね、モノクロをいろいろねキラキラさせた方が絶対綺麗なのはわかるんだけど、ここはあえてモノクロ、あ、こっちの方が綺麗だなと思って、この動画作ったのでそう言ってくれると嬉しそうだし、ありがとう。またコメントください。 H ゆうこさん、冬の海はちょっと寂しくていいですよね。そう、夏もいいんだけど冬誰もいなくてすごいちょっと寂しい海をね見たりするって、すごい、これ北海道の海なんだけど去年のすごい綺麗だなと思って動画にしました。のりのりさん、のりのりさん、心がふわっと綺麗になった気がする。ありがとうございます。こちらこそありがとう。庄司七瀬さん、滑り台のとこ周りも一面イルミネーションやってるのかな。そう、滑り台止まりそうになってない、かわいいバレてる。ズボンがねなんか横にこうガッてこう引いちゃって、あ、引っかかっちゃって、でそれで足で漕いだりしてるんだけど、すごい伝わっちゃったねダサいとこをあんま言いたくなかったんだけど、自分で自力で滑ってます。Pacific had a clutch on a magnet.